こんにちは、驚きの館です。今回も海外を中心とした心霊写真を紹介しようと思います。最初にですね、写真を紹介した後に霊が写っている部分、その部分をアップにすることがありますので、心臓の弱い方とかですね、こういうのが好きじゃない方は気をつけてくださいね。ではまず1枚目です。こちらの写真はカラーなんですけれども、今から30年ほど前に撮られたものです。この女性が英国海軍を見学に訪れた際に撮った1枚ですね。これは自動車に見えるんですが、飛行機に乗っているところを写してます。しかしよく見るとですね、その隣には兵士のようなパイロットらしき男性の姿が写り込んでいます。そしてですね、こちらを向いているようにも見えるんですけれども、しっかりと前を向いているようにも見えますね。要するにちょっと顔の表情がよくわからないけれども写っているという。そしてこの写真を後で見た女性がびっくりしてですね、コメントを残してます。この日はすごく日差しが強くて暑い日だったにもかかわらず、この時だけはひどく寒気を感じたそうです。はい、では次の写真に行きます。この写真はですね、海外で大変反響があった写真なんですね。比較的新しいものになります。母親のソンドラさんがフェイスブックにいろいろと投稿したことで注目を浴びたんですね。この写っている少女はパピオラちゃんっていう名前で、母親のソンドラさんの娘だったんです。そして母親のボーイフレンドのラロ・アンソニー・カストリロという、人物がいるんですが、この人に虐待されて殺されてしまったんですね。日本でも独身の母親の恋人がその母親の子供を虐待するっていう事件がですね、後を絶ちません。そして児童虐待容疑でラロ容疑者は逮捕されたんですけれども、その後ファビオラちゃんが埋葬されてあるモサニック墓地という場所があるんですが、こちらで彼女が幽霊となって現れたという事件が起こるんです。というのもですね、この虐待事件は全米で注目されていたので、ファビオラちゃんのお墓にあったそのおもちゃが盗まれたりとか、周りの他の人のお墓でもですね、お墓がその荒らされるとか、そういうことが頻発してたんですね。それで墓地に防犯カメラをつけていたんです。そして少女の姿がカメラに映し出されたという話なんですね。それでこの少女の姿がカメラに映ったので、母親のソンドラさんにその映像を見せたら、これは娘に間違いないと確信したとのことです。そのヘアスタイルとかですね、洋服、履いていたサンダル、そういったもの、何もかも全てがですね、生きていた時に使っていたもの、その服装とかそういうヘアスタイルもそのファビオラちゃんにそっくりだったとコメントしています。はい、では次の写真です。この画像はですね、すごく古く見えるんですけれども、比較的最近撮られたものなんです。赤外線カメラを使って撮影したものになります。場所はですね、カリフォルニア州のサニーベールのトイザラス、こちらで撮った写真なんですが、このトイザラスではですね、物が勝手に動くとか、棚から物が落ちるというポルターガイスト現象が発生していたんです。で、奇妙なことが続くので、近所の噂になってですね、そのことから超常現象を調査している団体が入るんですね。そしてそのお店の中の怪しいところを撮影したんですが、そうするとですね、このような写真が撮れたんです。
左側に壁に寄りかかる男性の姿が映し出されています。とにかく服装が古いんですね。何か兵士のような軍服のようなものを着ているように見えますので、南北戦争とかそういうので亡くなられた方かもしれません。はい、では次の写真です。個人的にはですね、とても怖いと思った一枚なんです。白い服に赤いズボンの女の子の右後ろに金髪の少女が立っていて、その女の子を何かちょっと嫌な感じな目線で見つめているんですね。この少女の服装や髪型を見ると、ちょっとやっぱり古い時代のものなのかなと思いますが、その割には鮮明に映り込んでいるんですよ。まあちょっと羨ましい感じで女の子を見つめているんですね。何かこのお家かこの女の子の家系か、まあそういうのいわくつきな感じを受けます。はい、次はですね、教会の写真なんですね。海外の心霊写真は墓地と並んで教会のものがすごく多いんです。この写真ではよく見ると柱に人の顔が浮かび上がってるんですね。みんなで賛美歌を歌っているのか、もしくは聖書を朗読しているかしているようなんです。皆さん目線が下なんですね。しかし右のピンクの服の服を着た女の子を見てください。この女の子は何かしらの異変を感じているんですね。そしてその柱の方に目をやってます。父親がその様子を見て心配そうに女の子を見ていますね。もしかしたら柱に映っている顔はこの家族の肉親の方かもしれません。はい、こちらはですね、人がいない映画館で撮られたものなんです。家族でやってきて、まあ普通に写真を撮ったら、その後ろの座席にですね、こちらを見つめる人影が映り込んだものなんですね。よく見てください。白いブーケというか頭巾のようなものをかぶってて、身をこう潜めて隠すようにしながらですね、撮影者の方を見ています。まあそこに人がいたのかなと、まあ、思ったりもしたんですが、明らかに色が違いますので、そこにいた人が偶然に映り込んだものではないでしょう。